exactly what I can do. Thank you.
ますね。うま、はい、父さん、お願いしますね。あ、あそこの、あ、自分のところ、あ、この辺止めとってんの、あ、そこから見えますか、なんかエルフにやってないな、それでいい、傘持っていたやつ、あ、大丈夫ですか、忘れると僕社会人のまま僕、刺しました、え、刺しました、刺しました、
今までないです。バカじゃないです。バカでもないです。何ですかこれ。はい、もうちょっと流れ早い。
投げて。すごい熱い。
これがあの人の業者ちょっと蒸し暑そうだね。そこら辺で。
行かれたんですか？あ、行きました。富士山の上に帰ったんですね。そうですね。しかも
立て、推しの富士山。あれと種類違うんですか？いや、あそこの森は立て、あ、赤富士でもないみたいな。そっち違うかも。赤富士山と。また、はい、じゃあ、シチュエーションも違うんですか？お団地風呂は、天の橋立ての先に富士山がそびえてるっていう設定で。おお。
の前なので、毎日夜仕込んで昼間、まあ、僕12時間なんですけど、僕の隣に何か仕込んだものを何か仕込んでるんですけど、レッスンとかを仕込んでるんですけど、レッスンとかを出したい。僕はパン屋さんの方が書いてるんですけど、なんかそのパン屋さんみたいな真似したいな。旬とか旬とかよりしたら旬ってなんだろうって考えたんですけど、まあいろいろこっちはこれですけど、ね、マイクルのこういう勉強しながらパン屋さんに自然なこと、そこにマイクラフトが¿Qué es lo que?
だから、これポスター貼ってないんですよね。貼るとこうなるから。あ、そうなんですか。まあでも大丈夫。まあ別に悪いことしてないけど。いや、身元はっきりさせた方が怪しまれないです。とりあえず、矢田先生のこれ今これを見て、で俺この調子で1週間やるんで、みんなやる。
はいはい。はい。メッセージお願いします。ああ、こんにちは。どうも。どうも。こんばんは。そう、今日は商店街でな。あやしすぎて。あやしすぎて。はい。つぶらやプロの人は、つぶらやプロ？あ、ゴジラとか。そうそうそう。なんか前に閉じ込められたみたいな。ああ。そんなイメージで。マリってちょっと言われますね。なんかこれグルグルしてるからどうなの、ね、なんとか生きてるって言うと多分雨で湿気で、より積もるみたいな。あ、しかもこう、一旦入れば、はい、持ち上げてもらうまでは出れないんですよね。そうですね。まあ、自分で持ち上げることも、あ、なるほど。はい。一応できます。パンを前日に仕込んでいるような感じで、それをいろんなところでやってみようかな。